払いをせよと。やりますとも。サイクロプスの匂いがするものを持っていると魔物が恐れて近づかないって聞いたことがあるよ。メルベの周辺には毒草が生えておりますので、解毒剤も忘れずにお持ちいただきたいところですね。ただ体を蝕むだけでなく眠気も覚える毒ですので、両方に効く薬はなかなかありませんが。さて、ではそろそろ出発するよ。ちょっと不安ではありますね。準備不足でなければいいんですけど。薬と魔物除けを忘れてる？具体的には何を持っていけば。ありがとう。確かにこれは役立ちそうだ。さて、今度こそ出発します。無事を祈ってください。若様、お気をつけて。いってらっしゃい。いろいろとお手数をおかけしました。謝礼についてはまた後日こちらでお渡しいたします。するからね。ようやく準備が整いました。メルベの花で奥様が回復してくださればいいのですが。本当にありがとうございました。謝礼についてはまた後日こちらにお越しください。どこか面白い場所知らない？静かに暮らせるだけで。私だけじゃ生きていない。人目がないってのは不安だ。どれくらいの時間離れることに？いえ、効率よく体を休めようと。各社様が戻るまでおとなしく待ちましょう。怪しいな。何者だ？ここで何をしている？
怪しいな。何者だ。各社様、ここにいましたか？探しましたよ。不用意に離れすぎないよう気をつけましょう。やっぱりここ落ち着くわ。ここじゃ騒ぐわけにも。この空気最高よね。各社様、少し軽量化をお考えになっては？拠点に戻って整理するのも一案ですね。各社様、私たちは一旦ここでお待ちしています。
持ち場に戻れ。何があったの？酒でも引き取りたいよ。ファズス様？ああ、あなたは取引の現場を見ていらしたのね。これで満足かしら。覗き見をした上に私をこんな牢屋に閉じ込めて、覗き魔にこそこの牢屋はふさわしいと思いますわ。もっと他にやることがあるでしょうに。明日の日にもファズス様、ああ、あなたはこれで満足かしら。覗き魔にこそこの牢屋はふさわしいと。今ちょいと立て込んでてな。上からも下からも文句ばっかだ。気を引き締めろ。交代の時間まで我慢だ。何かご用でしょうか？何かご用でしょうか？気が向くといつもここ。問題なく合流できましたね。な各社様ですね。全力疾走とは。遅れないようについていきましょう。いらっしゃい。ご用は？そう。ん？あそこの部品はどうなってるんだろう。いらっしゃい。
いらっしゃいませ。ベルンワース随一のもてなしで、お客様の疲れを癒して差し上げます。そう。まだ明るいですが、睡眠の時です。はしごですね。移動に使えます。セバスチャン殿とダフネ殿はどうしているでしょうか。またいつか様子を見に行ってもいいかもしれません。その人のところへお連れすればいいですね。では私についてきてください。道のわかる人がいると助かりますね。